はい、続きましてゴルフ大好きっ子さんです。こんにちは、いつも楽しい動画ありがとうございます。以前レディースデーはずるいで質問させていただいたゴルフ歴1年9ヶ月のゴルフ大好きっ子です。あれから練習を重ね、おかげさまでベストスコア87、平均スコア92程度で回れるようになりました。いいっすね。今日の動画の内容に少し驚いたので質問させてください。ドローやフェードとはいつ頃から練習するものなのでしょうか。100を切れない人でも練習すべきなのでしょうか。私はまだまだ思ったところに球を運ぶことでいっぱいいっぱいで、正直当てることで頭がいっぱいです。なので球筋を考えることなど全く無縁のゴルフをしています。ゴルフを始めて半年程度、個人レッスンに通っていましたが、その時の先生にはドローやフェード等は100を切れない人はもちろん、毎回90を当たり前に出せるようになったら練習した方が良いと言われ、なので一切練習したことはありません。今の私の実力程度でも練習し覚えた方が良いでしょうか。長文大変、申し訳ありません。ご意見よろしくお願いします。ということだね。これもしかして余計なこと言っちゃってる？これ。球筋を決めないで練習。いや、だから球筋の意識がないから100打つんでしょ。いや、だから当たらないから、当たる当たらないをやってるから。でもそれは俺も一緒、今も、うん、だから球筋を意識した練習をしないと当たらないですよっていうのじゃダメなの。ダメなの、まあ、だからレベルが高いんじゃないか。レベルが高いとかじゃなくてっていう考えなんじゃない、やっぱり。もしかしていろんなレッスンってそういう教え方なのかな。まあ、全部が全部じゃないと思うけど、まあ、90ぐらいコンスタントで回れるようになったら意識しなさいってこの人は教わったんでしょ。まあでも打ち方ぐらいは教わっといた方がいいと思うよ。だってさ、ドローだったらこういう動きしてこういう動きしたらドロー、フェードだったらこういうふうにこういう動きしたらフェードっていうのを、で当てる動きっていうんだから、いや、まずフェースに当たらない人たちに球筋は教えないんだよ。当てることをまず、真っ先に当たるフェースがまっすぐ当たるように教えるんだと。で、いや、僕初めてゴルフクラブ握った時に、どういう球を打とうかは考えましたよ。いや、違う、お前とは全然違う。だって初めて初心者、野球やってて。いや、初心者でも違う。お前プロになりたくて来てるんだから。でもその時にお前はそう思ったかもしれないけど、ここではもう全くの素人が入ってきたら、まずクラブを振ることからってなるわけでしょ。まあ素振りですよ、うん、基本は。まずクラブを振る形ができなかったら球なんか当たらないんだから、もう一生懸命振ることを教えるじゃん、うん、本当のアマチュアの人に、うん、だから多分それのと同じ形なんじゃない。だからどんなあれもそうなんだけど、やっぱり形がこう振る形になってないのに、そのドローフェードは早いでしょっていうことだと思うんだけど、まあ、そこまで落とすとね、レベルを落とすというか、まあ、まず初心者に教えるのは、まあ、スイングをこうクラブを持ったらこうやって振るんですよをまず教えるじゃないの。だからこの人も言ってるように90ぐらい、もう今この人もベストスコア87を出して、もうそろそろフェードとドローを覚えた方がいいんですかっていう感じなんだけど、まあ結局言ったらできるできないは別にして、やっぱりその耳年まであっても、頭のだけで想像だけであっても、フェードはこうやって打つもんだ、ドローはこうやって打つもんだっていうものがを勉強しとかないと本当進歩ないと思う。だから最初からそれを教えてあげるのも俺は一つの手だと思う。スイングを教えるのと同時に、こうやってインサイドから入ってきてフェースがターンしていったら球が捕まってドローになりますよとかフックになりますよ、アウトサイドからこうやって入ってきて、いったら左に出たらスライスになりますよ、フェードになりますよっていう形をやっぱ教えてあげて、そのスイングの中にそういうのができるようになるとそうなるんですよっていうのは、俺は絶対教えてあげといた方がプラスだと早く良くなると。そうそう、スピードそれはそうですよ。だから初めにどっちの球を打ちたいっていうかですか、まあ、だからそのマークでのレベルでもないんだろうね。いや、だから初めからじゃあドローで決めちいこうで練習を教えれば
でもスイングできない人だよ。にはやっぱりスイングを教えるしかない。だから素振りでスイングでドローのこういう椅子からできましょうってこう。でもそれはちょっとやっぱもうでもレベル高いんじゃない。いやでもさ一発でもさ何十球当たらないよ。でも一発でもドローがピュッて出たらさ嬉しくない？そんな最初から当たるわけないんだから。でも当たらない当たらないペシャペシャやってるけどプッてドロー一発出たら、あ今のやどうやって打ったんだろうっていう頭にはなると思う。俺はそういう感じ。だってお前もともとだって、いや違う違う違う、今自分が当たらなかった時に当たらない当たらないバーンってもうペシャ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 で、うわ自分が持った球筋がどうやったら出るんだろうっていうは練習したから初めから。でもさ自分どんな球が出てもさ嬉しくないわけじゃん。目標の球がないんだから。当たった、うん、じゃないの最初。いや多分それはそれでしょう。当たって球が飛びました、そのイメージの球が飛んだから嬉しいんであって、多分いや多分当たったから嬉しいんだ。イメージの球なんか想像してないと思う。だって結局お前とさこの間一緒にいた人も、うんうん、球筋イメージないでゴルフしてるわけでしょ、うん、でもその人90ぐらいで回るわけでしょ。うん、全然100打ちしました。100打ちしてる、うん、でもそういうことじゃね、まず当てることが嬉しいんじゃない、うん、だからいきなり始めて球筋のイメージしろって言われても多分、うん、厳しいんじゃない。俺らはなんかもうこうやってやってるから、うん、それがもう当たり前って感じてるけど、全くゴルフ知らない人たちがこうやってゴルフクラブやって、要はジャムさんの教えの中にその全くやったことないたまなあのね、絡みで来た時はもうこのクラブを振れ、とにかく頭残して振れとかっていうのから始めるじゃん、うん、ってことはまだスイングのあれは教えてないじゃん結局、まあね、ちゃんとクラブが振り切れるようになったらあの球打ちさせて、うん、で、まあ、あのちょっと前にさ谷さんってあの格闘家の人も、うん、おととしぐらいじゃん始めたのゴルフね、うん、だその時は谷さんなんかは頭残してこうやって振るんだよクラブはっていうのから始まって、でもう今じゃあお前はサンドでスライス打ってんじゃねえよって怒られながら、うん、あの覚えていくから、うん、やっぱりあのこういう考えはありなのかもしれないよね、うん、やっぱもうお前はもう来た時から、うん、そのこういう球 でゴルフをしなきゃいけないっていうものがあるから、でましてや野球やってる人間なんか球当たらないってことないじゃん。まあだからコントロールはできなかったからコントロールしようと思いました、ね、うん、でしょ、だから当たらない当たるをやってないの。いや当たらなかったって、いや当たらなかったって言って空振りはしないでしょ。だってさすがにだから振ることがまだできてるから、まあ、それができてましたよね。だからここまで目線を落としたら、うん、もしかしたらそのこの人がねあのゴルフ大好きっ子さんが教わってる、うん、その90ぐらいがこうパッと出るようになってからドローもフェードもこう技術だから、これもドローもフェードも打つのは技術だから、とりあえず当たって前に、まあ、とりあえずどんな球だろうと前に少しずつ行くことをまず教えてもらってからっていう考えで、多分90ぐらいになったらドローフェードをやった方がいいよって言われたんだけど、まあこの人はだからもうそろそろやるべきだよね。もう頭の中がさ、やっぱ俺らはさもうかなり上のとこ行っちゃってるわけ。そんな上なんですか。俺はもうかなり上よやっぱり。まあ、頭の中でね、もう頭の中それなり頭の中はもうかなり上よ、もうあのメジャークラスいや冗談抜きで頭の中はね、いやそれは認めますよ。でもうだからもう耳戸島じゃないけど、うん、あの要はカットスライスはこうやって打つもんだっていうのはあの分かるよ頭の中では。ただ自分がその体現をできないだけの話であって、じゃあ練習してください。いや俺こっちはいらないんだよ今んとこ。いらない今んとこ、いらないんだこっちは今のところ。これでいいんだよ俺は。いやそれしか打てないいやでも打ち方は知ってるから、だから打ち方ぐらい教えてあげてもいいよねっていう話でいいかな、うん、最初からゴルフ始めた時から、うん、ちょっとだから初めに当てるだけでいいですよだとちょっと僕ハテナが出ちゃう俺は。本当にもう当たらないんだからしょうがない。当たらなくても一発のその一日だって、僕だって昨日ラウンドしてきて会心のショットなんか一発見やすなんだから、どちらかって言ったら。いやとりあえず芯に当たってどんな球だろうと前へ行くことから始めないと。それはさだってかぶしといて打ってくれって言ったらやっぱこういう球になる、捕まる球になるわけ。
開いといて打ってくれってこうやって素振りしたらこういう球になるわけですよ。だそれを徐々に教えてってあげればいいの。俺はそう思うな。まあでも一理あるよね、この100ね、なかなか素振りスイングができない人にその技術系のことを教えてもそれは身にはつかないだろうし、だからいきなり練習場行くっていうのも俺本当はあれなんですよ。さっきの話だけど素振りをしなきゃいけないし、いやそしたらつまらないじゃん素振りしたら。球当たることに喜びを感じてまず始めるから。まあだからそこまではもともと始めた時からもう100切れるようなレベルにいたわけじゃん我々は。え、いや俺もう始めた時から100打ってないからね。嘘。うん、俺48で回ってんだ。ハーフだけで初めて行ったのね軽井沢。それであれでしょ、あのショートコースでしょ。ショートコースじゃないちゃんと軽井沢ね。あれだよプリンスなんとかっていうのがあったんだよその通り。っていうことで、これね、ちょっと練習に関してはね、ちょっとね、難しいですね。俺も今ちょっと喋りましたけど、あーって思いますね。だって、はっきり言ってさ、これさ、番長にさ、ドローとフェード打ち分けてくれって言った、言うようなもんよ。番長のだって80、70代行くか行かないかまで一回行った人よ。でも多分ドローとか、あのスライスとかの打ち方、まあ打ち方は知ってるんだろうけど、まあ実際にはできないと思う。コントロール効かしてね。だからもう、まあ、間違いなく技術系なのよ球を曲げるっていうことは。だから技術系を教えるのはやっぱりあの球が確実にこのスイングの中で捉えられてるようになったら教えてあげるっていうのが理想じゃないのって思う。だからこのゴルフ大好きっ子さんはもうそろそろ覚えなきゃダメだよね。そうですね、うん、90、うん、まあでもねこれだけねあのベストスコア出してる、80何歩出してるんだったら多分自分がどっち系 のスイングなのか分かると思う。見れば自分であの思い出せる。自分はちょっとこういうこすり球が多いのか、うん、それともこうフック系の球が多いのかって多分もうこの時点で出てると思うから、そこからあの技術を伸ばしてあげていけばいいんじゃないかなっていうことでいいよね。さすがにやっぱねちょっと頭の中がさね、俺らちょっと高くいっちゃったから難しいよね。本当に本当にあの初めての人に教えるのが一番難しいんだから。それを言えるグリップも分かんないしね、うん、ましてややっぱ何でもできちゃうじゃんここの人間ってそこそこ、まあ、そこそこはやりましたね、いろんなスポーツはね、うん、だから本当にこう空振りしちゃう人たちの気持ちって分からないじゃん結局は。まあ空振りしたことないですか。俺はない。あ、そうですか。うん、ドテンプラとかはあるよあのさ、バカみたいにさ、下手なのにさ、こんなジャムさんみたいな IT してるからさポーンって、ここに買った真っ赤字のやつがさ、このクラウンでさポーンってさ、ディンプルマークついたことあるの。そういうのはあるよ本当にあの10ヤードぐらいこう、ポーンとかしかいかないやつはやったことあるけど、空振りは今んとこないな。まあ、ラフで出なかったとか、そういうのはあるね。だ結局ね、ゴルフ難しすぎるんですよ。そうよ、難しいのよ。難しいんですよ。うん、ということでいいかな。